皆さんこんばんは、ババアチャンネル猫なめです。はい、今日は12月、今月のフリープレイできましたマスエフェクトというゲームをやっていこうと思います。なんかすごい面白そうなゲームが来たので、全く知らないゲームだったんですけど、ちょっと私が好きそうなゲームなんでね、やってみたいと思うんです。見てください、このマスエフェクト1、2、3となんか3部作一気に詰め込まれてるみたいなんでね、すごいボリュームがありそうですよね。でしかもなんかこのセーブデータ引き継ぎとかそういうのをすると、この1とかで自分が選択した結果が2や3にも引き継がれるという話なので、とても楽しみですね。はい、あんまりこうどういうゲームかよくわからないんですけども、とにかくやってみましょうか。Firm pre-service history. 宇宙出身、コロニー出身、地球出身、なんかさ、いろいろ選べるの？地球人っぽい見た目だから地球で行くない？待って、よく読ませて。両親ともに連合軍に所属する軍人一家に生まれた。両親の度重なる転属で、幼少期は宇宙船やステーションを転々とする暮らしを送る。18歳の時、両親と同じ道を選び、連合軍に入隊した。これが宇宙出身。なんかパラメーターみたいな、なんか変わるんでしょうかね、これをすることにより。それとも、所属が変わることによって話が、のスタートが変わるとかあんのかな。アティカントラバースの辺境にある小さな植民惑星、ミンドアのコロニーで生まれ育った。シェパードが16歳の時、コロニーが奴隷商人たちの襲撃を受け、家族も友人も皆殺しにされた。あ、この私ね、家族や知り合いが皆殺しっていう設定大好きなんだよな。ちょっと、どうしよう、弱いな、こういう設定に。で、復讐みたいな、復讐心に燃える主人公みたいな大好きなんだけど、近くを通りかかった連合パトロールに運よく救助され、数年後に連合軍に入隊した。コロニーは植民地だったんだね。宇宙っていうのは宇宙ステーションとか宇宙船で暮らしてる人たちもいるってことなんだ。地球は地球の巨大都市のストリートで孤児として育った。その場しのぎの軽犯罪を繰り返すギャングまがいの暮らしから足を洗い、18歳で連合軍に入隊した。これめっちゃ迷う。これ大事だよ、どこ出身かによって自分の心構えというか気持ちがね。地球人、地球人ですからね、私ね。地球人だから地球出身にしたいけど、この皆殺しにされたがすごく私の心をキャッチしてしまったね。植民地。宇宙、迷うけど、ちょっと今回コロニー出身してみよう。Confirm psychological profile. 軍の任務で極限状態を経験した。生きるか死ぬかの危機的状況に陥り、常人にはとても耐えられない肉体的および精神的苦痛を味わった。戦友は全て命を落とし、その惨事の唯一の生存者となった。待って、この人コロニーで家族を皆殺しにされて戦友も全て死んだの？それすごい悲しいね。でもすごい孤独、二度も大事な人たちを失って一人ぼっちになったっていう、そういう設定大好き。これによって何が決まるんだろうね。全く分かんないけど何かが決まるんだろうね、この人のパラメーターが。戦争の英雄は入隊後間もなく圧倒的な軍勢を持つ敵との戦いを余儀なくされ、命がけで戦友を救い、不利な戦いで奇跡とも思える勝利を収めた。その勇気と英雄的行為が高く評価され、連合から数々の勲章を授与されている。そう、いや私これもう憧れんだよな。私そういうね、名誉とか人からの評価とかすごい大好きなんでねそういうもう人から褒められたくて褒められたくて仕方がない人間なんでね、こういうのも憧れるな。冷徹な軍人、過去の軍歴において一貫して任務遂行を優先としてきた。周囲からは冷淡で計算高く暴力的との評価を受けている。手段を選ばないやり口が噂になり、味方からも警戒される。しかし難しい任務を確実に遂行することから軍の信頼は極めて厚い。サイコパスタイプってやつか。サイコパスタイプもね、
軍みたいなとこには必要だけど、私はどうしようかな。やっぱりこの人には不幸な生い立ちだとね、ちょっと自分の気持ちが入ってくるので、こっちにしよう。おお、クラスがいっぱいある。何の知識もないのにクラスいっぱいある。ソルジャー、前線での打ち合いに最適な戦闘の専門家である。いや、私ね、そういうタイプなんだよな。脳筋プレイですから、ちょっと待ってね。彼らの HP は高く、全ての種類の武器に専門化することができ、最初からミディアムアーマーを身につけられる。さらに訓練すればヘビーアーマーも装備可能になる。いいね。エンジニアはテクノロジーのスペシャリストだ。あー、なんか手になんか持ってる。ホログラフオムニツールを使ったセキュリティシステムの解読やテクニカル装備の修理や改造、敵の武器やシールドの妨害や仲間部隊の回復などを行うことができる。エンジニアが身につけられるのはライトアーマーに限定される。武器はピストルに専門化でできる。エンジニアか。なんかちょっとパソコン操作にも通じるものがあって、私そういうなんか技術的な、なんかなんて言うんだろう、テクノロジー的なものちょっと苦手よね。私のキャラではないな。アデプト、バイオテックのスペシャリスト。アップグレード可能なインプラントを介して彼らはバイオテックアビリティを使い、物体を持ち上げたり投げたり、敵を無力化したり破壊したりすることができる。アデプトが身につけられるのはライトアーマーに限定される。武器はピストルに専門化できる。だいたいみんなピストルに専門化できるのね。要は簡単に言うと魔法使い的な感じね。インフィルトレーター、戦闘とテック能力を組み合わせ、離れた場所にいる敵を排除したり無力化したりするのを得意としている。彼らはオムニツールの使用訓練を受けた者たちであるが、その使用は回復ではなく暗号解読や攻撃能力に特化している。ピストルまたはスナイパーライフルを専門とし、ミディアムアーマーを身につけることができる。スナイパーライフルか。あのスナイパーじゃなくて弓使いっていないんですかね。宇宙は弓使えないかな。センチネルはバイオテックとテック能力を組み合わせて使用する。あ、要はハイテクだ。センチネルはどっちにしろ魔法プラスハイテク技術みたいな感じね。必要に応じてバイオテックやテック攻撃により敵を妨害することもできる。彼らは他のクラス以上にテックとバイオティックスを効率的に使いこなすが、その分戦闘能力に劣る。センチネルが身につけることができるのはライトアーマーに限定され、さらに武器の専門家訓練は受けられない。ライトアーマーだけで武器の専門家訓練は受けられない。そう、専門家っていうのがもうわからんのよね。ヴァンガード、ビレッジヴァンガードしかわかんないけど、私はバイオティック戦士である。バイオティック、あれバイオティックみたいなのいなかった？アデプトだったかな。アデプトがそうじゃなかった？スペシャリストと違いかな。戦士だからそこが違うのか。彼らはバイオテックと武器を組み合わせて敵を倒す。特に近距離では恐るべき相手となる。ピストルとショットガン、近距離か。専門家でき、ミディアムアーマーを身につける。遠くの敵いいかなと思うんですけど、どうだろう、なんか難しそうだな。前線での、これもさ前に出ていくから多分近距離的な感じになるでしょ。迷う。挑戦してみるのもいいけどね。でもどうだろう、いろんなことを使いこなす自信がないんだよ。面白そうだけど、いろいろ組み合わせがあったり。これでも途中で変えられないんだろうな。変えられるんだったら変えられなさそうだな。超シンプルなソルジャーにするか。待って、この人の生い立ちから考えろ。孤独で
仲間をことごとく失う不幸の人は何を選択しそうかな、クラス。どう思いますか？これさ、センチネル使いこなせる人面白そうだけどね。ただ私はこういうのは、できるだけシンプルな方がいいので、ちょっと今回ね、さすがに宇宙ということで弓使いがいないということで当たり前かもしれませんけども、そういう世界線じゃないんでね。そういう世界観じゃないんで、弓使いがいないんで、ちょっとソルジャーで行ってみましょう。シンプルにソルジャーで。Confirm facial identification. よし、来た来た来た！はい、ちょっといろいろ頑張ってみたけど、ちょっとこのぐらいが限界かな、似せるの。しょうがないですね。ちょっと私の中では全く納得できないんですけど、まあでもそこそこ私、この人でもタイプですよ、でも。横から見るとなんか違うって思うんですけど、真正面から見たりね、斜め45度の顔はなかなかいいんじゃないでしょうかね。この顔の目の形がね、二重だったらもっと良かったんですけど、しょうがないね。これでいこうと思います。選ぶじゃないわ。決定する。Profile reconstruction complete. どう？遠目から見た感じ全然似てないな。レイセフォーシェパードになっちゃったじゃん、名前。シェパードは変えられないのね。まあいいか。しょうがないね。まあミドルネームということで決定。これロードセーブだ、なんかロード画面だったんだね。 Well, what about Shepard?He grew up in the colonies. シェパードはどうだね。He knows how tough life can be out there. ああ、厳しい生活になってます。両親は奴隷制のミンドア襲撃時に殺害されました。アクーゼで彼を残して部隊が全滅か。深いトラウマがあるのでは？傷のない兵士などいません。彼には生き延びる力がある。彼になら銀河の運命を預けられるかも。彼以外にはいないでしょう。もう見てる主人公。決定だな。これさ、英語で喋って日本語字幕だから、あ、これ読んだ方が、これは皆さん読んでください。喋ってる時私日本語を読まないので、字幕で日本語字幕読んでいただいた方がちょっとストーリーに入れるような気がするので、読まないようにしようかな。だって英語で喋ってて私も喋ってたらうるさいよね。あ、木星の木星で、ちょっとなんかすごいさ、映画っぽくてかっこいい。あれなんだ、天王星かな、海王星か。今の青かったから海王星だね、多分。移転するんだ。ワープかな、移転だから。え、かっこいいね。ちょっと違う。イメージしてる顔とちょっと違うな、やっぱり。レイゼフォーっぽさ、これが限界だったんだよ。限界でした。レイセフォーに似てる。私ね、レイセフォーにこだわりがあるのでね、やっぱり私の中でレイセフォーは世界一の男なので、世界一かっこいい男なので、レイセフォーはね、やっぱりできるだけ似せたいんですけど。ナビゲーションチェック、インターナルエミッションシンクエンゲージ、オールシステムオンライン、ドリフト。なんか若干でも、だってこういうモブキャラの方がかっこいいもんな。なんだこれ、宇宙の種族。I hate that guy. Nihilus gave you a compliment, so you hate him. You remember to zip up your jumpsuit on the way out of the bathroom? That's good. I just jumped us halfway across the galaxy. 目がちっこいのよね、なんか。That's incredible. 失敗したかな。Spectres are trouble. I don't like having them on board. Call me paranoid. You're paranoid.なんか主人公顔じゃないのよね。どうも生えないのよな。目がちっちゃいせいだと思うんだけど。なんか選択肢いた。表向きはね、でも誰がそんな話を信じる？ごめん、私今目の小さい話してて聞いてなかったんだ。そうだな。考えすぎだ。いい加減にしろ。え？え？
L でね、分かってんだけどね、違うんですよ、聞いてなくて話を考えすぎだ、考えすぎないする？考えすぎだ。You always expect the worst. Now, bad feelings are an occupational hazard. We don't go anywhere unless there's a good reason, so what are we doing here? Joker. まず最初の選択肢だから、そんなストーリーに影響しないだろう。Stealth systems engaged. Everything looks solid. Good. Find a comm buoy and link us into the network. I want mission reports relayed back to Alliance Brass before we. いや、ちょっとなんかな、間の抜けた顔だよな。Better brace yourself, sir. I think Nihilus is headed your way. He's already here, Lieutenant. 主人公の笑う顔が見てみたいんだけど。You get that, Commander? だそうですよ。機嫌が悪いな。怒らせたようだな。わかった。わかっただとさ、つまらんね。なんか話、怒らせたようだな。機嫌が悪いなんです。He sounds angry. Something must have gone wrong with the mission. Captain always sounds like that when he's talking to me.Can't possibly imagine why. 仲悪いのか。さあ行く場所は、これさっきの人ね、個別に話しかけたりできるのかしら。話すケイダン。なんで間違えた。これどうしたらいいの。バツバツ、なんか銃構えちゃった。間違って、いつもの癖で丸押しちゃった。これは外国のゲームだからバツですよね。バツ、間違いないようにしなきゃ。この状況でこの格好のまま銃構えたまま話すの。お待たせしない方が、それ分かってます。ごめんなさいね。なんかさ、ずっとこれ解除するのどうしたらいいの。銃構えてんの、解除すんの。解除方法教えて。この人はもう話しかけれない。ジョーカー、この人ジョーカー。The captain's waiting for you in the comm room, Commander. 分かってます。この人は、この人は話しかけれる？あ、女性だ！あ、素敵じゃん！なんか、ちょっとミラ・ジョボビッチみたいにかっこいいじゃん。似合ってますね、髪型。いいな、羨ましいな。この人話しかけられない？あ、完全なモブだ。話しかけられない。なんでこ空気椅子すんじゃない！空気椅子みたいになってるから。こんな、詳細やだろう。これ話しかけられないのね。こんな、みんなに銃向けてる詳細やだろ、絶対。なんかさ、どこ、そう、司令室ってあそこかな。任務中って顔で歩いていたんだよね。話してるね。みんな元気ですか？みんな元気ですか？仕事してますか？はい、お待たせしました。やめて、それ、それ解除する方法を教えて。丸でいいの？あ、違う、これ構えるのやめたいんですけども。構える、あ、撃っちゃった。ちょっと構えるのをどうしたらやめれますか。プレスリー公開士、すいません、ふざけてるわけではありません。お会いになられます。私と話があるそうでございますが、話が聞こえましたが、私それどころじゃなくて何も聞いてませんでしたが、一応話を教えてください。Sorry, Commander. Just having a chat with Adams down in engineering. I didn't mean to cause any trouble. 面倒起こす気はありません。いい髪型ですね。But you have to admit, something's odd about this mission. The whole crew feels it. 奇妙なのね。やっぱさっきの人も気にしてたけど、コックピットみたいなとこ、なコックピットっていうのかな。どういう意味だ。調べておく。余計な、どういう意味か聞きたい。You think the Alliance brass is holding out on us?なんか、気な臭いのね。 If all we're supposed to do is test out the stealth system, why is Captain Anderson in charge? And then there's Nihilus. Spectres are elite operatives, top covert agents. Why send a Spectre, a Turian Spectre, on a shakedown run? It doesn't add up. なるほど。尋ねるって何？ステルスシステム大佐は？トゥーリアンのスペクター。全然わかんないんだけどね。トゥーリアンのスペクターが何なのかちょっとわかん、確かに。全部聞こう。What do you know about the stealth systems? I just know it masks our location with scans and sensors. Cutting edge technology. ステルスね、ステルス。Normandy's the only ship with this prototype drive. But why are we fully staffed? 人を減らせばコストも、危険も下がる。Less chance of security leaks too. 機密漏洩の危険。Plus there's Nihilus. It's pretty obvious this shakedown run is just a cover. やばい、全部聞けないのかなこれ。見せかけなのは明白。見せかけ？ For what? Damned if I know, Commander. We're out here on false pretenses. I'm not a fan of being left in the dark. もう一回尋ねさせて、大佐は。これこれ、こっち。You don't trust Nihilus.
I don't like Turians in general. It runs in my family. My grandfather fought in the First Contact War. Lost a lot of friends when the Turians hit us. 仲間を大勢失った。ファーストコンタクト戦争でね。昔の話だ。しかも彼はスペクターだ。ごめん、話についていけてないんだわ。昔のスペクターだ。Nihilus is no ordinary Turian. You've got that right, Commander. ごめん、全然ね、話についていけてないな。Human military, but まだこの世界観がよくわかってないのよ。Spectres operate outside the normal chain of command. And they don't come along just to observe shakedown runs. Nihilus looks like he's expecting some heavy action. 多分みんなもよくね、ハテナだと思う、これ。大佐は? Do you have a problem with the captain? No, sir. But I can't figure out what he's doing here. Captain Anderson is one of the most decorated special forces officers in the service. みんなから記念がね、出てるのね。He could make a life-size statue of himself. You don't send a soldier like that on a do-nothing mission. なるほどね。ただの思考飛行ではなくて。Something big is going on. もう尋ねることないだろう。調べておく。調べておこう。I'll see if I can get some answers when I see him.Good luck, Commander. なるほど。大佐というのはどこにいるんです?ところで。話しかけられないね。あ、戻った!話しかけたら戻りましたね。丸で構えるんですね。撃つのは R2。ごめん、なんか話してるね。ゴチョっていうのかなこれ。ドクターと話してみる。What do you think, Commander? We won't be staying on Eden Prime too long, will we? I'm itching for some real action. I sincerely hope you're kidding, Corporal. Your real action usually ends with me patching up crew members in the infirmary. 落ち着け。ドクターが正しい。それがドクターの仕事でしょ?そうね。まだこのね、キャラクターや世界観がよくわかってないからね。落ち着けにしとく? You need to calm down, Corporal. A good soldier stays cool, even under fire. 冷静さが大事です。Sorry, Commander, but this waiting's killing me. 戦闘してない時はね、冷静なんだけどね。任務、重要任務は初めて。だから、そう息が詰まっちゃって。ちょね、今はね、冷静で、このね、少佐もいるんですけどもね、多分だけど、実際に戦闘とかが始まったら大パニックだと思うんですよね。そのギャップに燃えてほしいんだよな、みんなには。こんな詳細嫌だけど、絶対。君なら大丈夫。いつもの任務通りだ。尋ねるって何よ?ナイラス、スペクター、エデンプライム。You're from Eden Prime, aren't you, Jenkins? What's it like? 出身地。It's very peaceful, Commander. They've been real careful with development, so you don't have any city noise or pollution. My parents lived on the outskirts of the colony.At night, I used to climb this big hill and stare across the fields back to the lights from the main cell. It's gorgeous. But when I got older, I realized it was a little too calm and quiet for me. That's why I joined the Alliance. Even paradise gets boring after a while. Any idea why Eden Prime was chosen as our destination? Not really sure, Commander. Eden Prime is one of our most stable colonies. Good place to take the Normandy for a shakedown run, I guess. No real danger there.There's gotta be something else going on. We've got a spectre on board. That's why I'm so wound up. I can't wait for the real mission to start. 本格的な任務があるって信じてんだね。君なら大丈夫。何があってもフラグにならなきゃいいね。Just treat this like every other assignment you've had, and everything will work out. Easy for you to say. You proved yourself on a coup. 主人公としては微妙な顔だな、やっぱり。This is my big chance. I need to show the brass what I can do.この人はちょっとこんだけ張り切ってるから死にそうだな死にそうだな英雄気取りはやめろ慎重になそう焦るなよそう焦るなよ You're young, Corporal. You have a long career ahead of you. Don't do something stupid to mess it up. 冷静さを欠いてはいけないよ Don't worry, sir. I'm not gonna screw this up. The captain's waiting for me. Goodbye, Commander. バランスじゃないパラなんて書いてあった今パラドンプラスになんかそんな感じのお敬礼してくれてんね敬礼してくれてんねあすごいねやっぱ軍隊って感じがするね軍隊って感じがするね少佐ナイラスっていうのがこの大佐かなあなたが大佐ですかあナイラスさん人間じゃないの
Commander Shepard. 勝手に進んだ。I was hoping you'd get here first. 話しかけてないけど。Give us a chance to talk. アンダーソン大佐は？そうそう、アンダーソン大佐に用があったんだけど。The captain said he'd meet me here. He's on his way. 普通に話ができるタイプ。I'm interested in this world we're going to. Eden Prime. この人の種族は何だろう？仮面かぶってるわけじゃないよね。美しい星だと聞いている。その通りだ。私も話を聞いただけなんだけど。They say it's a paradise. Yes, a paradise. あたかも知ってるかのように話してしまった。 Eden Prime has become something of a symbol for your people. 特別な意味を持つ。 Proof that humanity can not only establish colonies across the galaxy but also protect them. But how safe is it really? どういう意味だ？それ、守るという象徴だが本当に守れるのかな？何が言いたい？どういう意味？どういう意味か聞こう。意味がわからんがね。Do you know something? Your people are still newcomers, Shepard. The galaxy can be a very dangerous place. Is the Alliance truly ready for this? ね、銀河に詳しそうな出たちですもんね。 About time we told the commander what's really going on. This mission is far more than a simple shakedown run. やっぱりね。そのようですね。皆さん疑っておりますよ。I figured there was something you weren't telling us. We're making a covert. そうなのかって聞いてたけどね、最初。That's why we needed the stealth systems operational. ステルス飛行、極秘の回収任務。きな臭い音楽が流れてきました。なぜ秘密に？先に話してほしかった。なぜ秘密にするの？ There must be a reason you didn't tell me about this, sir. This comes down from the top, Commander. Information strictly on a need-to-know basis. A research team on Eden Prime.Unearth some kind of beacon during an excavation. 顔がちょっとやっぱり集中できない。この顔のせいで全然レイセボンに似せれてないから。プロセアン。I thought the Protheans vanished 50,000 years ago. Their legacy still remains. The mass relays, the citadel, our ship drives. It's all based on Prothean technology. This is big, Shepard. The last time humanity made a discovery like this.It jumped our technology forward 200 years. But Eden Prime doesn't have the facilities to handle something like this. We need to bring the beacon back to the Citadel for proper study. Beacon を回収する。 Obviously, this goes beyond mere human interests, Commander. This discovery could affect every species in Council space. 協議会に知らせた理由は？全部聞こう。 Why didn't we keep the beacon for ourselves? You humans don't have the best reputation. Some species see you as selfish, too unpredictable.Too independent. そんなに信用ないんですか、我々。Sharing that beacon will improve relations with the council. Plus, we need their scientific expertise. 情報の共有、まあそうかもしれないね。私はちょっとね、政治とか歴史や政治には全く点でダメなんでね。Nihilus wants to see you in action, Commander. He's here to evaluate you. なぜ？冗談じゃない。なぜ？なるほど。確かめたいと考えてる。まあ、ミスチありましょうよ、じゃあ。Guess that explains why I bump into him every time I turn around. The Alliance has been pushing for this for a long time. 私の実力。Humanity wants a larger role in shaping interstellar policy. We want more say with the Citadel Council. The Spectres represent the Council's power and authority. If they accept a human into their ranks, 目力すごいっすね。It shows how far the Alliance has come. アンダーソン、大佐。やっぱり、大佐ともなれば、これだけ目力強くしなきゃ無理なんですかね。なれないんでしょうかね。この目力じゃダメですか？That's why I put your name forward as a candidate for the Spectres. 僕の目力じゃ大佐にはなれませんか？つぶらな瞳。ちょっとね、二重整形しようか悩んでるんです。あなたが推薦を？推薦してくれたんすか？ Why would a Turian want a human in the Spectres? Not all Turians resent humanity. Some of us see the potential of your species. We see what you have to offer to the rest of the galaxy. 期待されてんですか？ And to the Spectres.We are an elite group. 僕期待されてるんですか？ It's rare to find an individual with the skills we seek. I don't care that you're human, Shepard. I only care that you can do the job. 話のわかる人でよかった。大佐は賛成なのですか？私は何をすれば？断ると言ったら？大佐は賛成なのですか？何をすればよいのですか？ Just tell me what I have to do. I need to see your skills for myself, Commander. Eden Prime will be the first of several missions together.You'll be in charge of the ground team. なるほどね。Secure the beacon and get it onto the ship ASAP. Nihilus will accompany you to observe. まだ尋ねることあった？尋ねることある、まだ。プロセアン、ビーコンについて聞いてみたい。Why is this beacon so important?
All advanced galactic civilization is based on Prothean technology. Even yours. If we hadn't discovered those Prothean ruins buried on Mars, we'd still be stuck on Earth. That was just a small data cache. Who knows what we can learn from this beacon? What if it's a weapons archive? We can't let it fall into the wrong hands. 渡すわけにいかないから自分たちが持ってるのね。他の勢力というのは全くわからないからね。The Attican Traverse isn't the most stable sector of Citadel space. There are plenty of raiders and criminal groups active in the region. They might figure a Prothean beacon is worth the risk of attacking an Alliant ship. Plus, Eden Prime is ready to deploy. 全く聞いてもわかんないんだ本当に。早く戦わせてくれ。テルミナス宇宙域っていうのかな。The Attican Traverse is under Citadel protection.If the Terminus systems attack, it's an act of war. 宇宙系のストーリー初めてするんですよ。Some of the species in the Terminus might be willing to start a war over this. The last thing the Council wants is to get dragged into a major conflict with the Terminus systems. We have to keep this low key. まだ尋ねることある。もういいよな。わかりました。Just give the word, Captain. We should be getting close to Eden Prime. Captain, we got a problem. What's wrong, Joker? Transmission from Eden Prime, sir. You better see this.目力だけじゃなく鼻の穴もでかかったね。このぐらい顔に迫力ないと大佐にはなれないのか。Get down! あ、女性隊員が激しい戦闘が行われてますが。We are under attack, taking heavy casualties. I repeat, heavy casualties. We can't.あららららららら。ら なんか、きょっとんとした顔して、なんですか、このでっかい手のようなものは。こんなのと戦いというの？聞いてないぞ。Everything cuts out after that. No comm traffic at all. そんなの聞いてないぞ。There's nothing. Reverse and hold at 38.5.こんなでっかいのと戦うとは聞いてないぞ。ピクピクしてんじゃない。ピクピク。Status report. これ何？ 17 minutes out. Captain, no other Alliance ships in the area. Take us in, Joker, fast and quiet. This mission just got a lot more complicated. A small strike team can move quickly without drawing attention. え、行くの？ It's our best chance to secure the beacon. 少人数チームで。Grab your gear and meet us in the cargo hold.もちろんこれはチュートリアルとして簡単にしてもらえるんでしょうね。最初の任務だからチュートリアルあるんでしょうね。お願いしますよ、チュートリアル。ないとないときついよ。 Somebody was doing some serious digging here, Captain. あー、なんかでもちょっと地球っぽい。 Your team's the muscle in this operation, Commander. Go in heavy and head straight for the dig site.What about survivors, Captain? Helping survivors is a secondary objective. The beacon's your top priority. 仲間がいるんだ。Approaching drop point one. お前ら死ぬんじゃないぞ。You coming with us? I move faster on my own. Nihilus will scout out ahead. He'll feed you status reports throughout the mission. Otherwise, I want radio silence. 信頼できるのですか? I don't like putting my life in the hands of a Turian, sir. Nihilus is on our side. He wants you in the spectrum. And he wants that beacon. 任せてください。 He's got his back, Captain. The mission's yours now, Shepard. Good luck. 任せてね。 We are approaching drop point two. すごいすごい、なんか。もう降り立っちゃった。セーブしてる。船の周囲は安全です。私たち何したらいいの？ねえ、君ら、話す。ひどいありさまだ。敵も相当いるようだ、警戒しろ。楽園なんてもう呼べないな。せっかく、そうね、楽園っていう素敵な場所だったらしいんだけどね。我々何かしたらいいの？ねえ。ねえ、君ら先に行ってもらえない？ちょっとわからないんで。どっから来たの？あそこになんかいるよ。私は何をしたらいいんだ。回収するって言うけどさ、ここはいけないよね。こっから先はいけない。ここは無理。あ、すごいすごい大地。なんかすごい立ってる。高い塔が1個2個3個1個2個3個っつってね。あ、4個あった。
4コンありましたから、じゃあ3コンじゃないわ、3コンできないわ。なんかアイテム落ちてる的なことないの？私このゲームのジャンルがよく分かってないんだけども、ミッション型なのかな、それとも RPG のような感じなのか。とりあえず一番最初に戦うであろうっぽい、あれ、あれはなんだ、あれだよね、あの敵のことだよね、おそらく敵でしょ、あれをと戦うんじゃないのかな、沼かなこれ、沼。とりあえずさ、え、長時間連射するとオーバーヒート、そんなシステムあんの、困る。ちょっと撃ってみる。あ、一発一発撃ってみよう、撃っていいでしょ。これ何？あ、そこに行けってできるんだ。これ弾とかは無限に使えるもんな。これはエネルギー銃っぽい感じかな、今の感じ見てると。弾とかは補充みたいな感じのことではないっぽいね。弾切れの心配はないのかな、じゃあ。バイオのようにハラハラしなくて良いのかな。大丈夫？行けとか言って死なない？でもあれ一発で死ぬよ、あの弱っちいの。あ、あー、死んじゃう死んじゃう。あ、援護すんの？どうしよう。はい、もう、まだいる？仲間は？走るのってどうすんだ？今なんかやったね、走り方が分かんないんです。走れないのこれ。治療が欠かせません。あの負傷したどこにいるんですか？こいつもやっとくか、邪魔くさいから。なんか無害っぽいんだけどね。ちょっとこの状態から走るにはどうしたらいいんですか。あ、元に戻った。このね、四角いパッドみたいなところで、ね、元に戻りましたね。そういう説明とか一切どこでもしてくれてないからさ、ね、しゃがむはないのこれ。仲間は？弾のこと気にしなくてガンガンいけるね。あのさ、もう一人のさ、どこ行った？なんかいろいろ説明してくれてるけども、あの仲間は？あ、いる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 、あそこにいる。先に進んじゃうとこだった。生きてますか？え、何かできる、調べる。死んでんじゃないの。シールドごと打ち抜かれて即死。今は何もしてやれない。弔うことってことかな。無視する、無視はするな、絶対に絶対に無視するな。その指揮官として後で埋葬してあげようね。 We'll see that he receives a proper service once the mission is complete. But I need you to stay focused. ちょっとせめて横に避けてあげるとかなんかしてあげた方がいいんじゃないか。え、仲間が一人早速いなくなったんですけども、大丈夫なんですかこれ。いいの？こっちで合ってる？いるわ。指示を送れ、指示を送れったってね。集合させて自分につ下で集合、右や左で特定のメンバーに。上は何だっけ、舞台メンバー1人を前進させることができる。で下でその後呼び寄せる。あ、これ仲間を撃っても大丈夫なパターンだ。えい、当たらない意外と。いるのそこ。ノーマルモード結構簡単だよ今のとこ。チュートリアルだからかな、この私の操作の仕方で合ってんのかどうかわからないけど。いる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 。
もたもたしてたら絶対ダメだと思う。ノーマルモードでなんかある、メディカルキット、メディカルキットってさ、開くって、開いたら使っちゃう？ゲットしたって感じ？もうこれは、もうこれは使、もうゲットできないの？一回。でもさ、この、消えないと、あるのかなって思っちゃって、勘違いしちゃいそう。なんか、あそこにあるの、あるからさ、普通な、取ったら消えない？ああいうの。したら、来るとき、見逃したりしてないかな？アイテムとか。なんかありそうじゃない？わかんないけど、とりあえず、こんな感じで進んでみよう。なんか来た！あ、女！女だ！この人のこと助けたらいいことあるかも。助けましょう。女の人は大事にしないとね。舞台の女性。何してる？何してる？わあ、アルマー、なんだそりゃ。仲間かな、新しい仲間かな。大丈夫かな、助けてあげないといけないんだ。当たってますか？指揮官、まあね、状況報告、まあ一応気遣っときましょうよ。Are you wounded, メンタルケアしましょうよ。A few scrapes and burns, nothing serious. 君も唯一の生存者になったというわけか。一緒だね、僕と。We were patrolling the perimeter when the attack hit. We tried to get off a distress call, but they cut off our communications. 僕も昔そうだったんだよ。舞台はどうした？さっき聞いてた、聞いたでしょそれ。さっき聞いたでしょ。Where's the rest of your squad? We tried to double back to the beacon, but we walked into an ambush. さっき同じことを説明させるという。I don't think any of the others. I think I'm the only one left. 攻めちゃダメだよ。攻めなかったら将来僕みたいになれるよ。This isn't your fault, Williams. You couldn't have done anything to save them. なりたいかどうかは別として。Yes, sir. We held our position as long as we could, until the Geth overwhelmed us.The Geth haven't been seen outside the veil. すごいまつげバシバシ。Why are they here now? They must have come for the beacon. ビーコンか。The dig site is close, just over that rise. It might still be there. 案内をお願いします。You're coming with us, Williams. We need that beacon. ここで待機しろってこともできるの？ Payback. 一緒に行くこともできる。何？一緒に行ったら死ぬってこともあるのかな？わかんないからね。一緒についてって案内してもらった方がいいもんね。尋ねる。ゲスって何？襲撃前の状況、ビーコン、ゲス。What else do you know about the Geth? ゲスって何？ゲスって。Just what I remember from history class. ゲスの極み乙女しか知らないけど。They're synthetics, non-organic life forms with limited AI programming, created by the Quarians a few centuries ago. They were supposed to be a source of cheap labor, but ended up turning on the Quarians and drove them into exile. Well, after that, they just kind of disappeared behind the Perseus Veil. Nobody's really heard much from them since.襲撃前の状況は。Describe what happened leading up to the attack. We were sent out a couple of nights ago from the main colony to secure the area. Seemed like a routine patrol until the Geth hit us. We never knew they were coming. 研究チーム。What happened to the researchers at the dig site? 確かに。I don't know. They set up camp near the beacon. The 232 was with them. 生存者がまだいる可能性がある。Maybe their unit fared better than mine. 行こう。Move out. 行きましょう。